分の罪が観光大使にならせていただくきっかけをいただいて、それで過疎で活動をしていく中で、やっぱり過疎に住みながら実際にもっと皆さんと近づいて、活動していきたいなと思ったのがきっかけです。いや、まあ何よりもやっぱりいろんなイベントとかのお手伝いさせていただくんですけど、地域の人たちがこんなにも町を盛り上げようとしているっていうところが、まあ、すごくなんか驚くし、毎回感動をもらいますし、あとはやっぱり自然の移ろいを毎日感じられるっていうのは、やっぱりなんかこう生きていく上で必要なんじゃないかなって思ってます。そういうところが魅力で、七夕の日優しく星は光る、踊る温度響く音色、太鼓で胸が高鳴るよ。チュッチュッチュスマイデイズ、チュッチュッチュスマイデイズ、チュッチュッチュスマイデイズ、暑くなる季節、チュッチュッチュスマイデイズ、チュッチュッチュスマイデイズ、君と思い出を作ろう。